7番街駅は、ニューヨーク市地下鉄、IND6 番街線と IND クイーンズ、ブールバード線の乗り換え駅である。マンハッタン区ミッドタウンの7番街と53丁目の交差点に位置し、B 系統が平日23時まで、D 系統と E 系統が終日停車する。駅は IND クイーンズブールバード線内で53丁目のつく駅などに倣い7番街 -53 丁目駅とも呼ばれ、当駅に停車する B 系統がブルックリン区内にて停車する7番街駅と区別されている。出入り口の階段駅は2層式の構造で1層に島式ホーム1面と線路2線ずつある。計2面4線の地下駅である。上層階は南高の列車が、下層階は北高の列車が使用する。駅構内は方向別複線であるため降りたホームで同じ方向へ向かう別路線の電車に乗り換えることができる。また、地下鉄の路線図ではあたかもこの駅で6番街線とクイーンズブールバード線の線路がつながっているかのような表記となっているが実際には接続はなされていない。ありがとうございます。